おはようございます、ヤンゴ館こと QN でございます。今日はですね、ふと思ったこと、今朝の7時です。仕事に向かっております。向かってる最中にまあちょっと思いましたね。またちょっとふとした気づきをここに起こしたいと思います。なんか僕なんかがじゃあ例えばコロナについてとかっていうのをね語るのもねどうなのかなとは思うんですけど、コロナさんに対してまあ思ったことですね。コロナさんがもう世の中に出てきてもう3年目ぐらいになりますかね。なんかね結構相変わらずコロナさん騒ぎはね続いてるなっていうような感じはまあしつつも、まあその世の中は動いててっていう感じですけど、なんか今回僕がそのコロナさんのいる世界になってからのなんか状況の変化っていうのがあって、まあ特に僕個人のことかもしれないし、うんうんそうだよねって思う人もいるのかもしれないんですけど、なんかね僕がコロナの発生した世界になってから自分がすごく変わったなって思うのは、なんかね自分が今いる場所じゃないところに自分の幸せとか目的地みたいなのをっていうかな設定してたというか、例えば今いる場所よりももっと上を目指してその世界に自分の幸せがあるとか、なんかね未だに僕もそれはまあ当然としてあるんですけど、なんかねそうじゃなくて今ここにいる状態いる今いる場所で幸せを作って、今いる場所をもう自分の花園に変えちゃえばいいんじゃないかなって思ったんですよね。なんか上に行けば幸せになれるとか、自分が今いない場所に行けば豊かになれるとかどうこうなるっていうんじゃなくて、自分が今いるこの場所、そこを最高の楽園にしてしまえばいいんじゃないかなっていう風に思ってたんですよね。だからもう本当自分の身の回りにいる人とこう愛のある会話をするとすごく気持ちいいし、なんかね俺はそういうのが最近すごく好きですね。その日初めて会った職人さんにもこう笑顔で接するとか、ちょっとね話したりとかもいいし、コンビニの店員さんにも素っ気ない態度で商品だけ受け取ってお金だけ払って黙っていくんじゃなくて、ありがとうってちょっと一言言ってみるとかね、なんかそうやって自分の周りを花園にすることってできるんじゃないかなって思いました。以上です。